こんにちは、ケチエです。今回はコスパの良い美容へのアプローチについてお話ししたいと思います。いきなりめぐみさんのパロディでバカにしているのかって感じですが、逆です。美しさへの憧れはもちろんですが、テレビから伝わるお人柄も大好きです。本でもたくさん勉強させていただきました。ただ、もともと持っていらっしゃる素材の良さに加えて、お金も時間もかなりかけて、あの輝くような綺麗さなんだなって思ってしまったのが正直なところです。今回、私程度が美容についてお話しさせていただくのはどうかと思いました。ただ、お金のかからない美容について知りたい方は多いんじゃないかなと思って発信させていただこうと思いました。というのも、もちろんその年でという枕言葉がつきますが、私は肌を褒められることが多いです。もともとはひどいニキビ肌です。トラブル肌だからこそどうしたら綺麗になれるのかなって本気で考えてきました。そして私は30代の早くに交通事故で歯を6本失っています。ですので皆さんよりたるみの進行はすごく早くに訪れました。こちら側わかりますかね。この口元とか頬のあたりとかたるんでると思うんですけれども、こっちと違ってこっちのたるみは大きいですよね。これって歯を失うと骨も筋肉もすぐ痩せてきてしまうんですね。ですのでどうしたらたるみの改善ができるのかっていうのも自分なりに考えてきました。マッサージですとか筋肉トレーニングで少しなんとかごまかしています。これも最後にご紹介しますね。そして私は背が低いのに幼い頃から座高は平均値を超えます。どうしたらスタイルよく見えるのかをずっと考えてきました。ヒップアップもその一つです。自宅での筋トレだけですが、お尻の筋肉はこれだけ動くようになります。ちょっと自分語りが長くなりましたが、もともと素材の良くない私だからこそお伝えできること、そしてケチだからこそお伝えできるお金も時間もかからない割には効果的なメソッドが出来上がっていると思っています。いい年してよくまあやるよねっていうご意見もあると思いますが、私は自分で自分の機嫌を取るために綺麗でいたいと思っています。あとはそうですね、美容と健康って表裏一体で、中高年こそ本気で取り組むべきだと思っています。たくさんお伝えしたいことがありますが、第1回目のこの動画では何かを買うとかではなくて、普段の洗顔やメイク方法について配慮すべきこと、顔の筋トレやマッサージについてざっくりとお話ししたいと思います。今お使いの化粧品のままできること、お金のかからないことばかりです。ぜひご覧ください。ちょっぴりここでご協力のお願いです。実は YouTube を始める頃、コンサルタントの方にご意見をいただく機会があったんですが、あなたの動画は経済を回さない、きっと失敗するよって言われてました。スポンサーがつきにくいし広告が回らない。で、今でもですね、収益はほんのわずかです。このままこの方向性で動画を続けられるのかとても悩んでいます。でもスポンサーありきの情報だったらテレビ雑誌たくさん溢れてるんですよね。だからこそ消費を施さないけれども、見た方にとって有益な情報を私は信じて作り続けていきたいと思っています。スポンサーに頼らずに YouTube を続けるには多くの方に見ていただく必要があります。ですのでもちろんいいと思ったらでいいんですが、いいねやチャンネル登録、そしてコメントとかもいただけたらとても助かります。私が地味ながら YouTube が続けられるよう応援よろしくお願いいたします。私もしっかりお答えしていきたいと思っています。今回はいつも以上に消費を緩やかにしてしまいそうな動画なのでとても不安です。ですが皆様にとって有益だと思いますので発信させていただきます。まず皆さんがこんな肌がいいなっていう肌ってありますよね。年齢だからって諦める必要はないと思っています。というのも、
たるみやシワはどうしても年齢とともに出てきてしまいますけれども、キメを整えるとかシミを薄くするっていうのは生きている限りターンオーバーを繰り返しているので、いつでもやり直しができると私は信じています。皆さん二の腕の裏見てみてください。結構綺麗だったりしませんか？ね、これも紛れもない自分の年齢と同じ肌なんですよね。顔の肌もこの肌に近づけることができるはずなんです。顔と何が違いますかね？まず日焼けしにくい場所にある、お化粧しない、スキンケアもしてない、そして皮脂が出にくい場所であるっていうところも綺麗な要因であると思います。この好条件を肌にも当てはまったら肌も綺麗になるはずなんですよね。現実的に難しいことも多いですが、理想に近づくことはできるはずなんです。まず私が考えていることは徹底した紫外線対策、そしてお化粧しすぎない、スキンケアをしすぎない、そして皮脂のコントロールをする、このあたりが私が考えていることです。まずこのお化粧についてですが、私はお化粧が悪いのではなくて、お化粧による摩擦が原因だと思っています。この摩擦が良くないというのは最近よく聞かれていて、もうゴシゴシされている方いらっしゃらないと思うんですけれども、自分が思っていないようなことが摩擦になってるってことに気づかれると良いかなと思います。例えばお化粧で使われるパフ、あの素材って何ですかね？ラテックス、いわゆるゴムです。ゴムって何ですかね？こうやって摩擦の力を使って何かを止めたりするものですよね。その摩擦の力が強いものをどんなに優しく当ててたって自分たちで摩擦を起こしてしまってるんですよね。ですので、そうですね、パフはなるべく使わず手で私はお化粧をするようにしています。手っていうのはふわふわしていますし、清潔に保つことも結構簡単ですよね。あとはすごいセンサーがいっぱいついているので、力のコントロールがしやすいところもいいところだと思っています。同じくアイメイクなどで使うこういうチップですね、こういったものも同様に、これはゴム、ラテックスでできているので刺激になると思っています。ですので指を使われてお化粧すると一番肌には負担がないと思います。そしてもちろんお化粧しない日を作られるのもいいと思います。それでね、誤解してほしくないんですけれども、私はお化粧を否定しているわけではありません。今もしています。私は指でお化粧していますけれども、チップやパフを使ったお化粧っていうのはやっぱり完成度がすごく高いと思うんですね。なのでどこにゴールを置くかなんですけれども、例えば私は自分の機嫌のために美容を考えています。ですので朝起きた時、ノンメイクの時に綺麗な方が自分は嬉しいんですね。逆でもしね、例えば会社にすごい大好きな人がいて恋をしていて、その人に最大一番綺麗な自分を見せたいっていう場合は、もうパフとかあの筆とか使って思いっきりメイクをしてもいいと思ってるんです。私ね、パフを使わないでどれだけ固形ファンデーションを綺麗に塗れるかっていうのも試したんですけれども、パフ以外なかった。やっぱり道具を使うお化粧ってすごく綺麗に仕上がりますよね。ですのでね、そういったあの綺麗になりたいなとかいう気持ちも美容効果プラセボ効果じゃないですけれども、ゴールがそこの方はパフや筆を使われてもいいと思います。ただそれらが少し刺激になるんだってことも頭の中に意識して使われていくといいんじゃないかなと思っています。あと刺激といえば、お化粧でよく使う少し抑える時のティッシュもそうですね。あれも優しいヤスリですので、できれば避けた方がいいと思います。皆さんも鼻を噛みすぎて舌が切れちゃうとか、そういった経験ありますよね。あれってティッシュがギザギザしているからなんですよね。
ですので油取り紙とかおすすめかもしれません。私はあといらなくなった洋服とか切り裂いてお化粧や鼻かむ用に取っておいていきます。ここまでお話ししていて気づかれた方も多いと思うんですけれども、お化粧をするときに何のリスクがあるかっていうと、クレンジングの時の摩擦もそうなんですよね。ですのでどうしたら摩擦が大きくかからないクレンジングができるかっていうのを私は少し考えているのでご紹介させていただきます。ウォータープルーフのアイメイクなどのクレンジングの場合ですが、まず指でクレンジング剤を優しく含ませたら、綿棒そのままでもいいのですが少しふわふわにしておいてくるくるって回してお化粧をすくうと負担が少なくなるかなと思います。落ちにくいアイシャドウなども同じ考えで、クレンジング剤を含ませたら指にくるんだ布でくるくる回転させて拭き取っています。とにかくこすらない、拭き取るならくるくる回す、これを意識するだけで全然違うと思います。そしてその後洗顔も優しく泡を滑らせるようにして皮脂と垢を落としています。ゆすぐ時も少し工夫しています。シャワーの水圧も刺激になるのでまず利き手をフリーにしておきます。水圧を下げて一番弱い頬の部分が利き手で直接当たらないように手でガードします。おでこから流れてきたお湯で手の中で優しくジャブジャブゆすいでいます。そして頬の下はシャワーを逆立ちさせることで水のあたりを弱くして鼻の入り口なども薄げるようにしています。ここまでするかって思われるかと思いますが、毎日のことなので小さな刺激の積み重なりって大きいと思っています。この後お風呂から上がったら軽く化粧水と乾燥する部分にクリームを塗って終了です。そしてここで軽くが大事で、たっぷり保湿などはしません。なぜなら朝顔を洗わないからです。夜寝てる間に自分の汗と皮脂でできた皮膜は肌を守る上で一番大事だと考えています。この皮膜を大事にすると雑菌に触れてもトラブルが出にくいです。これはニキビ肌の私だからこそわかります。顔を洗わないでお化粧するとトラブルは出にくいですが、しっかりお化粧を保とうと思って一度洗ってからお化粧すると必ず肌荒れします。ですので朝は目やにだけを綿棒で取って日焼け止めをたっぷり塗って終わりです。朝のスキンケアは1分もかかりません。ただ日焼け止めは私はお守り程度に考えていて、紫外線対策は物理的な対策が一番良いと思っています。お洗濯干す時でも農作業用の帽子をかぶりますし、あとは大きなフードのコートを愛用していて、日差しがあれば必ずかぶるようにしています。この朝に洗顔しない方法はぜひお化粧する方こそ試していただきたいです。皮膜があるからこそ摩擦も少なくなって刺激にならないと私は考えています。ぜひ騙されたと思って1ヶ月でも試してみていただきたいです。かなりいいぞって思われるかと思います。今までお話ししたことは皆さんが今お使いの化粧品でできることばかりだと思っています。お化粧品ってたくさんいいものがあると思っていて、肌質にもよりますし、あとは皆さんが今購入されたものって何か心が動いたものですよね。パッケージが可愛いな、匂いが好きなんだよな、なんかこのブランドだけで気持ちが上がるんだよな、いろんな理由で選ばれてるかと思うんですけれども、それでプラスの効果があると思うんですね。ですので使うものを変えるのではなくて、使い方を変えるだけで肌は変わってくると思います。以上がシミやキメについてのお話です。次はたるみについてですが、ちょっと長くなっちゃったので簡単にお話します。私がしているたるみ対策は、まずは紫外線対策、そして顔の筋トレ、そしてもう一つが口腔マッサージです。これらは結構 YouTube とか
インスタグラムとかでたくさんの方がご紹介していて、私よりも詳しい方が多いと思うんですけれども、一応皆さんと違う私なりの方法の4点をお話ししたいと思います。一つは筋肉を動かすんではなくて固めるように意識する。もう一つがシワができるような筋トレはしない、たくさんやりすぎないっていうのも大事だと思っています。あともう一つはお風呂の中で体が十分温まった中で汗もたくさんかいている中でする。最後に顔のマッサージは絶対に顔の表面からしない、これを心がけています。お風呂の中で撮った動画をご紹介しますのでご覧ください。まずお風呂に入ってしっかり体が温まって発汗した頃スタートします。湯船に浸かって寄りかかってリラックスした状態で鏡を持ってスタートします。鏡とっても大事です。私の場合は鼻の横のほうれい線が気になるので、舌を出すことでほうれい線が薄くなるので、この状態で頬に力を入れています。この時頬の外側に向かって頬を固める意識をします。頬を上げようとするとどうしても目頭の方に動きがちなんですね。そうすると目頭に変なシワができるので避けています。あくまで外側を目指しています。ただご覧の通り横を目指してもやっと真上に動くくらいなんですよね。それで OK です。その後少しまた下を目指して固めます。10回ずつです。そして今度は私の場合小鼻が開いてしまいがちなので、小鼻に力が入らないよう軽く押さえて舌を出して涙袋が膨らむように力を入れます。これは目の周りの筋肉を鍛えています。これも10回くらいでしょうか。以上で終わりです。今のところ行き着いた顔の筋トレはこれだけにしています。一時期いっぱいチャレンジしていたんですが、顔にたくさんシワができてしまったり筋肉でゴツゴツしてきちゃったんですね。あとよく上の歯を見せて笑うと美しいって言われますが、私の場合上の歯を見せるとすごく変な顔になるし無理なシワができてしまいます。美しいバランスの方の顔のトレーニングは私には違うんだろうなって思っています。なので皆さんも自分の顔に合った筋トレは何だろうって鏡を見ながら探りながら筋トレされることをお勧めします。あとお風呂でする理由はやっぱり湿度があるので肌がふっくらしている状態で筋トレするとシワができにくいように思っています。そして口腔マッサージですね。これはもう歯を失った経験から骨を強くするにはどうしたらいいんだろうって考えた。骨っていうのは衝撃、刺激というよりも衝撃で強くなるらしいんです。ですので歩くのが、体重をかけて歩くのがいいって言われてるんですけれども、だから普段からよく噛むというのももちろんたるみ防止になると思うんですが、そもそも私は歯が奥に全部ないので難しいんですね。ですので手をぐいぐい入れて刺激をしています。その時も変なシワができないように肌を伸ばしすぎないように気をつけています。右をマッサージする時は左手です。左手で左をマッサージしようとすると口元にシワができますよね。なのでダメです。常に鏡を見ながら嫌なシワができていないかな、肌を伸ばしすぎていないかなを意識して奥の歯茎や口の中の表面の筋肉も刺激するようにしています。お風呂の中でする理由ですが、お風呂の中で歯磨きをすると良いって聞いたことありますでしょうか。入浴中のリラックスした状態だとサラサラの唾液がたくさん出やすいらしいんですね。そのサラサラの唾液の中にはパロチンという成長ホルモンの物質が含まれているそうなんです。これは若返りホルモンとも呼ばれていて、歯や骨にも肌や髪の毛にも良いと聞いています。逆に摩擦を避ける理由から肌の上からマッサージはしないようにしています。
以上、簡単ですがたるみ対策です。いつか詳しくお話できたらと思っています。今回いろいろお伝えしてきましたが、一つでも参考になりましたら嬉しいです。そして何か質問がありましたらぜひコメントください。できる限りお答えしていきたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。